はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラケタクトをやっていきましょう。第118回闘技場、昨日も成績が15勝0敗フルポイントですね。まずね、装備錬金昨日頑張りました。15の爪、素早さアップしております。で、このサンタクロか、これも素早さが取れましたんで、結構ね、早くなった。マーム593、570ぐらいだったのかな、この間まで。593、サンダタが次いで588という感じですかね。で、あとは、誰だっけ、ハドラーのあの、爪の装備、あれも錬金して、早くなっております。ピサメつけようか、ちょっとね、悩んだんだよね。つけてもいっちゃいいか。あ、いや、つけるとピサロが一番早くなっちゃうんだ。ダメなんですよ。600超えてくるんで。で、神竜の爪も、オーラブレス盛りだったのやつを、素早さか。素早さのやつにちょこっと出来上がったかなという感じ。こういう感じ。本当はオーラブレスで揃ってなかったか。二つ揃ってて、素早さが一個だけついてた状態だったんですが、素早さのがいいかなと思って、昨日少しやりましたという感じで、錬金楽しくない？マジ。錬金の書っていうのも、もらえるからね。いや、錬金の楽しさ知ってしまったよ。で、気づけば金がなくなってしまうんで、そこは要注意ですかね。ここでいいんじゃないかな。あ、ここでいいんじゃないかな。行きましょう。はい。というわけで、さらに素早くなってしまったうちのパーティー。だからね、マーム、武闘家マーム欲しいんだよな。けどさ、欲しいは欲しいんだけど、これちょっと嫌な形だな。はい、対戦よろしくします。あれだ。ゾーマと、あれにロックオンしようか。そっからサラサラね。で、この負けんで多分いけると思う。で、こっちはこれやってって感じかな。にしましょうか。いや、落とせるのかこれ。マームがゾーマのが絶対厄介だから、ここか、ここだね。こっからやる。サンダとかその1個後ろからでも1,2,3で入りますね。うん、その後ろからでいいね。うん、で、シーンでその場からサラサラするという感じ。これ落ちないかもしんないな、ゾーマが。どうですかね。で、こっちは HP は1,690。これちょっと恥やっとこう。はい、行きましょう。ここから打つ。で、ここゾーマ落ちないか。どうだ。あ、いけるか。いけそうだね。さらさら、OK、ナイス。で、最後の球ないか。あ、OK だね。あ、よかった。よし。後ろ2人は全く考えてないけど、ベギラゴン魔力暴走出たらどうしよう。あ、うちのデンデンリーより遅いやつがいた。ギラ、フルバースト。ドラキに行ってやろうかな。ドラキにね、早く強くなってこいよ。強い。オードラキーよな。強化してほしいな、オードラキー。カードゲームのオードラキーはめちゃ強なんだけど、流星群が。はい、2戦目になります。先に行って、こうさ、神田とかダメかな。あー、ちょっと、やめとこうかな。あ、ここですね。 OK、 ありがとう。
まあ、今回の大ポップマームのガチャに関してはそのプレイスタイルによってだいぶ違ってきますね。これ届かないんじゃない、これ届かないじゃん、どうしようかな、これ闘技場なんかやる、あ、いけるか、危ねえ、あ、やっぱ届かないわ、どうしようかな、これどうしようか、困ったな、これ困ったな、こういう感じ、こういう感じでいく、ピサロどうする、ピサロ、マームが一応後ろ2人、こういう感じする、こういう感じして、ここで、あーダメか、だからピサロとドレアムとかいう感じにしなきゃダメか、123 L 字マーケンも入らないからな、うん、3型のあれだね、ゴムってやついかないとダメか、どっかいい手ないかな、でピサロはロックオンして、って感じで、これがここか、ここで2人か、後ろ2人、いやピサロどうするかな、それとも、あー、それしかないな、ここしかないんだよな、でここか、こっから、まあまあこっから、まあまあこっから、こっからピサロとドレアムにロックオンしておく、でピサロに打ち込みましょうか、でこっから、サラサラしてやれば、あ、シンリュー、ちょっと待って、シンリュー、ここから、ちょっと待って、シンリュー、ここから、届かないんだよな、ここから、1、2、って感じか、こうして、こうして、シーリー、こっから、こっから、1、2、3で勇者まで入る感じにする、で、でこの子が、この子が2人に入れたいんだよな、こういう感じする、こういう感じするか、こういう感じにして、でこっち2人はここにする、1個目ここで、あー打てないか、ロトに打つしかないのか、シンリもこっちのサイドバックから打つから、まあ、ここにしてロトに打つ、ロトに打つ、でサラサラ来る、でロトが落とせる、でピサロには追撃が入る、でサンダタが出てここでボムる、あーでピサロどうだ、落ちないか、それでダメかな、それでいきましょう、本当は逆バージョンがいいんだけどな、ここにドレアも打つ、入らないもんな、うまく入らないんだな、はい、じゃあ行きます、ここ出るレギラム、サンダタ出る、ここだね、これ、あ、いい感じ、あ、OK、 あ、OK、 これいけるよね、ピサロいけるよね、 OK、 ナイス、
よしよし。はい、3戦目になります。マデスさんが早いのかな。でも素早さうち振ってるからなんかいけるんじゃないかなって思っちゃうけど、ここでもいいか。あ、ここでもいいかもしれないね。あと配置次第なんだな本当に。ここは負けるね。ここもちょっと負けるね。うん、まあまあベスキング早いかもしれない。配置次第なんだな。ワンコワンコギラヘとか悪くないんだ。で魔法カンタついたらめんどくさいね。それはそれでね。ああそれで、あとあれか、デンタクルスはちょっと無理かもしれない。でイオがうち受けらんないんで、ちょっとそこはあれかもしれないね。ここか、ここにしますか。うん、ベスキングだな。ベス、うん、ベスキングだと。オニコンスタンプのあれだね、場所取りによってはやられちゃうかもしれないって感じになっちゃうね。うまく追撃入ればいいけど。はい、対戦よろしくお願いします。あーあー123、マデスさんは入らないんだよな、こうなるとな。あ、そっか、デンデン竜もさ、素早さ振ったらよかったかな。来た先にラリホをぶちかますってパターンあるね。これどうしようか、こっちからさっきみたいにサラサラしていく。で、マームはここら辺で。ヒューザーに打っておく。こっちか。あいや、オニコンがよろしくないな、本当に。か、こっち側でいくか。一旦目はヒューザーと、あれは置いておく。どう？そんな感じで。で、ギラ、こっちをやってしまう。これは、ギラーが、あ、メラギラダメなんだ。メラギラダメでしょ。でこれが、あーそこなんだ。混乱入ったらちょっとあれだな。こっから行ってしまう。追撃か。こっからサラサラすれば、123の、前3人は入る状態なんですよ。前3人は入る。でこっちボムルとこれやるか。どうだ、落ちないか。それでで混乱取られた。追撃中やっとくか。ここでメラギ、うん、ヒャドメラメラメラが無理か。こっち側行く。いやー、混乱じゃなくて、なんだっけ、ギラか。ギラは当倍か。こっち追撃いっとく。これでオニコンがどこまでスタンプくる。これ扇だから、扇だから、ここのここまで来ちゃうのか。ここの分だな。うん、ここだな。ここは安全圏。いやでも回数が増えちゃうと良くないんだよな。そりゃそうなんだよ。でヒューザーはどこまで来れる。あーでギラのあれが痛いの、多分。あーギラのあれが痛いわ。いやでもヒューザーまで落とす。ヒューザーまで落とす。ヒューザー落ちるか。ヒャドは激減入ってんのか。1300ガボン行くか。ガボン行って
か。しゃあないな。で、こっちはこっちで落とそうか。で、マデスさんだけ残す感じ。これはダークマターだな。ダークマター打ち込む。で、こっちはロックオンしておきましょうか。一応、激減とはいえ、少し稼ごう、ダメージ。そんな感じ。こっから。です。うん、はい、じゃあ行きます。あれが落とせるかどうかです。ここからはベギラムショット。ああ、そうか、やつがいんのか。これどうしようか。ゴッドを、あ、枚数足りんか。頼む、またまだ頼む、あ、またダメか。で、ここまで出る。いや、これは最新ゲー来るぞ。あそこ狙ったか。その場で来るな。あっ、あっ、あー、ちょっとい、でんでんで素早さ振っときゃよかったな。せっかく素早さの爪あんだから。あー、そうか。で、鬼コンより先にラリホーかましちゃえばよかったね。しまったな、これ。会心にしたってさ、全部会心じゃなかったけど普通に入っちゃったなあ。ー、これ HP 盛りもあんだよな。それもあんだよな。あー、 HP 盛りもあるからちょっと変えらんないのもあんだよね。はい、というわけで、土がついてしまいましたね。6日目終わりまして、16勝18勝0敗となっております。本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。